BYD、寒冷地テストの結果であまりにバッテリー性能が悪く。データを捏造、そこまでするか、BYD。日本で撃沈しただけでなく、世界でも BYD 終了です。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系特に戦車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。本日はまずはじめに、中華製 EV が1日に約8台から10台。毎日中国全土で炎上、火災を起こしていることを皆さんはご存知でしょうか。このデータは中国の統計局が出しているデータであり、おそらくもっと多くの EV による炎上、火災が起きていることと思いますが、1日に10台の火災となると年間で少なくとも3650台となり、この数字はもはや人災による火災と言っても過言ではない数字になってきます。当然中国にはうぞうむぞうの多数の EV メーカーが存在するんで、すべて BYD が、とは言えませんが、映像の通り、毎日どこかでこのような火災が頻発していることは事実です。中国では EV や新エネルギー車には緑ナンバーが付けられるんですが、炎上を起こしている車両が緑ナンバーであることも確認が取れる状況です。今回は EV、電気自動車というと炎上リスクとバッテリー性能の極端な悪さがまず浮かびますが、そんな中、BYD が寒冷地テストですぐにバレるような工作で、不正を行い、それがバレてしまっただけでなく、他の EV メーカーも怪しい工作を、捏造をしていたということまでもバレ、EV メーカー、どこも同じ穴のムジナだったそんなお話を紹介していきます。日本ではダイハツショックが大きく取り上げられていますが、今回の BYD の不正はあまり取り上げられていないことに疑念を抱いています。では行きましょう。極寒の地で行われた EV の性能評価テストにおいて、BYD の評価が不当に高くなっている疑いが今浮上しています。問題の冬季性能テストは、中国の大手自動車ウェブメディアが実施した冬季バッテリー寿命テストとなっており、このテストにはシャオペン、アイディール、バイド、リャンワン、テスラなどの主流の新興 EV 自動車メーカーのモデルが参加しました。テストの内容は、メーカーが公表しているバッテリーの航続距離に対して、寒冷地で実際に走行した時の距離が一体どれくらいだったか、その割合を出すという単純なものだったんです。その結果、上位5位中、1位、2位、3位、4位がすべて BYD のモデルがランクインするという、明らかにおかしなランキングとなった上、その他の新興自動車メーカーのバッテリー性能が悪く評価されており、中には、航続距離が 175km のところ 55.3km までしか走れず、到達率はわずか 31.6% と評価されたメーカーもあったんです。この結果に、BYD 以外の新興自動車メーカーが大激怒したんです。中でも、スマートフォンメーカーとしても知られる、ファーウェイ常務取締役兼、スマートカーソリューション部門会長の、余氏は2023年12月10日、欺瞞的な試験は国民を誤解させている。科学と厳格は従うべき基本ルールだと指摘し、猛抗議しており、ファーウェイはスマートカーブランド、AITO を展開しており、AITO の電動 SUV、M7 が、今回最低のバッテリー寿命 31.6% と、残念な評価をされたことから、この激怒につながっているようです。その他中国最大の私有自動車メーカー長城汽車も、全員を平等に扱わなかったために、不公平な結果が生じたと非難し、疑問を提起。さらに公式ブログの中で12月14日15時に、北京で冬季試験の科学的かつ公正な基準、純電気、航続距離試験の車両整備基準、上り角度試験の車両出力基準、等半距離試験の車両ブレーキ基準の4つの議題について、連絡会議を開催すると発表した上で、どのようにして新エネルギー車がマイナス20度で 85.08% の性能率を達成できるのでしょうか。これは非常に恥ずかしいことであり、一般常識に反しています。業界のほとんどのコメントは、上記の自動車会社の疑問に理解を示しています。結局のところこの一連のデータは全く説得力がなく常識から逸脱しています。冬にはバッテリーの航続距離が短くなることは誰もが常識的に知っています。特にリン酸鉄リチウムバッテリーの場合はそうですと、不満をあらわにしています。
リン酸鉄リチウム電池の電池寿命は、極寒の中では常温時の約 50% に低下するため、BYD の 80% を超えるバッテリー寿命は明らかにおかしいと、頂上記者は主張しているんです。さらにその不満はテスト内容にも及び、AITO 自動車の公式チャットアカウントには、テスト内容はユーザーの実際の使用シナリオから、大きく逸脱します。テスト前に合計71分間の空調を行い、暖房は車内温度が24に達した後40分間継続する。その間ドアや窓の開閉操作は10回以上行われた。最も長い場合は3分を超えるため、エアコンのエネルギー消費量が大幅に増加し、バッテリー残量の急激な低下につながります。確かに普段使いじゃ、そんな窓の開閉しないだろうと思うようなテスト内容ですが、それも含めたバッテリーのテストなのではという気もします。この主張にはある程度の正当性は私はあると思います。その後、頂上記者は確認のために参加したテストモデルのバックグラウンドデータも取得したと、詳細な声明を発表し、結果が異常であることを追及しています。そして一部のモデルに装着されているシートヒーターがテスト消費電力に影響したとしました。中にはテスト前に71分間もアイドリングを行い、その間に6回ドアが開き、最長のドア開閉時間は6分39秒というのもあったとのこと。これらの操作により、エアコンのエネルギー消費が大幅に増加し、バッテリー容量が大幅に低下したと主張しました。これらの疑問に対して主催者側は、冬季試験の全項目は統一試験基準を採用しており、冬季の極寒環境下でのユーザーの自動車使用シナリオに沿ったものであり、差別的な取り扱いはなく、メディアや自動車会社を現地に招待させテストの様子を見学までしていると、メディアがいる中不正は起こり得ないと反論、場外乱闘は収まる気配が一向にありません。こうした状況に、業界に詳しい中国のオートカーウィークリー誌の創始者も、冬季テストを行う主催者側は、プラットフォームを示すだけの方が良いと思います。メディア関連の仕事はしない方がいいでしょう。もちろん、選手と審判の両方をすることで、多額の収入を得ることができますが、実際のところこのモデルは、長続きしそうにありません。独占企業は長期的には腐敗するのは、避けられないと述べており、大手自動車ウェブメディアの腐敗を懸念する声が上がっているんです。そしてその懸念は自動車メーカー側にも向けられています。というのも近年中国国内では自動車会社自身のメディア化が進んでいるためなんです。中国国内の自動車会社の宣伝活動はかつてと比べると積極的になり、その影響もますます大きくなってきています。自動車会社が宣伝に積極的になっているのは時代の発展の必然的な結果で、インターネットやソーシャルメディアの発達であり、誰もが視聴者であると同時に、発信者になる機会を得ることができるようになったためです。これは自動車会社がより効果的かつ、強力に発言するための基礎となっています。特に中国ではインターネット製自動車の時代となり、インターネット業界の人が自動車を作り始め、インターネットや交通ゲームに精通した、これらの人々が自動車業界全体を、インターネットマーケティング時代に推し進め今加速しています。また自動車のインターネット技術の進歩により自動車、会社は各車両のあらゆる詳細なデータを遠隔から取得できるようになり、データの主導権を握ることは多くの事件において、自動車会社が主導権を握ることを意味します。例えば、以前に自動車が事故を起こした場合、自動車会社は詳細をすぐに知ることができず、ましてや結論を急ぐことはできませんでした。そのため広報活動において、自動車に対する不利な発言を抑制することは困難でしたが、現在はそうではなく自動車会社は、自動車関連のデータを取得して初めて国民に説明することができ、生じた世論の反応に迅速に対応できるようになってきています。ユーザーの声が届きやすくなった反面、メディアとして力を持った。中国の自動車メーカーは金銭的な手段を使って情報をコントロールし、自社の評価を恣意的に高めようとする恐れも出てくるんです。これにより自動車メーカー自身の意向に沿った情報のみを発信し真実や公正な評価を伝えることができなくなるだけでなく、日本の技術を貶めるような報道を強めてくることも考えられるんです。今回は大手自動車ウェブメディアが疑惑の対象ですが、
メディアとしての機能を強めている自動車メーカー側の動きについても、今後は日本でも注意が必要と言えそうです。今回の性能テストの車両の一つとして取り上げられたテスラも、今回の中国での冬季テスト不正疑惑について苦言を呈しており、当社のグローバルエンジニアリングチームは製品の信頼性を確保するために広範かつ非常に要求の厳しい北極試験を毎年実施していますと述べ、怒りも示しているようです。ここからは個人の見解ですが、今回のテストで結果の捏造があったことは確かであろうと考えており、中国が中国のテストをするというあまりに恣意的な思惑がそこには存在した、何の意味があったのかと思うテストだったと感じます。チェックする側とチェックされる側が同じチェック体制、ダイハツショックの根源もこれと全く同じ構造。これが自動車業界のあらゆるところに蔓延している、ユーザーをバカにしているとしか言えない状況がもたらした結果だと強く感じます。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度メンバーシップを始めました。基本的にはこのチャンネルを今後も応援していただける、月に一杯のスタバのシェケラートフレットをおごってやろう、そんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録、グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。